中国の漫画では、中華人民共和国における漫画産業について外説する。表現の自由に制約があり、漫画産業の発展が香港や台湾に比べ遅れていた。中国の漫画産業であるが、近年の経済発展に伴う消費者層及び創作層の拡大に伴い漫画産業は急速に発展している。中国語圏以外の地域では、日本の 漫画や韓国のマンファと区別する意図を持って、しばしば中国、台湾の漫画はマンファと発音される。これは漫画やマンファの場合と同様に漫画の北京語における発音に基づく。なお、アルファベットで中国の漫画はマンファと綴り、韓国の漫画はマンファと綴るが、両者を同じように発音する言語も少なくない。漫画、マンショ、車体による 風刺漫画、磁極図。北方からはロシアを表す熊、中国南部からはイギリスを表すブルドッグ、東南アジアからはフランスを表すカワズ、フィリピンからはアメリカを表すワシ、東アジアからは日本を表す太陽が、中国の様子を伺っている。中国における漫画の原型の例としては、明朝の聖火見角、明美神による、 毛筆が、一段分け図や新潮初期の画家八大三人による風刺画、母体苦弱図が挙げられる。中国の近代漫画は19世紀末から20世紀、初頭、おおむね1867年から1927年の間に成立した。西洋から紹介されたリトグラフ印刷の技術は、20世紀初頭の中国の漫画の発展における重要なステップであった。 1870年代の初めから風刺画が新聞や定期刊行物に掲載されるようになった。1920年代までには連環画のような小型の絵本が上海で人気を博していた。これらの読み物は後の中国の漫画の先駆的作品であると考えられている。最初期の中国の風刺漫画雑誌の一冊はイギリスの風刺誌パンチに由来する。 チャイナパンチと題された雑誌であった。最初の中国人によって描かれた風刺漫画は1899年に車体により日本で発行された辞局図である。孫文は1911年に中華民国を建国するに際し、香港の漫画は半身長感情を高めるためのプロパガンダとして利用された。生態の変化や戦争を等の当時の騒然とした。 状況を反映した中国の漫画として南県市及び低来線による真相画法や人感がある。1927年の漫画界の発足までの中国のあらゆる漫画の先駆作品は連刊があるいは風刺画の連作であった。中国における雑誌上海漫画は1928年に創刊された。上海漫画は時事ニュース 女性の写真、漫画、芸術情報等が掲載されたものであり、1930年6月まで上海において毎週1回発行された発行部数3000部ほどの週刊誌であった。1934年から1937年にかけておよそ17冊の漫画雑誌が中国で創刊されている。中国における漫画というメディアは、 再び日中戦争へ向けての反日感情を高めるのに利用された。日本軍により主要都市が占拠されるとこれらの中国の漫画活動は停止された。1945年に日本が降伏すると国境内戦が勃発、国民党と共産党の対立という政治背景を記録した重要な風刺漫画の一作として人間画界のシャゼ一個漫画年代がある。 国境内戦から中華人民共和国の成立後は、その政治体制により、連冠画などの漫画産業は、停滞期に突入した。その時期中国からの移民を受け入れた香港で、漫画産業が飛躍的に発展していくことになる。1990年代になると、雇用などの中国独自の漫画家が登場する。しかし、日本の漫画の海賊版が、 市場の多くを占める状態は継続することになる。その後は漫画産業を国家事業とした中国政府の講演もあり、中国独自の漫画作品が登場することになった。特に甲州では、マントモ雑誌社による漫画専門雑誌が創刊され多くの中国人作家が登場した。その後、金流賞などの漫画賞も創設され、また、日本の角川書店と協力した。 人材育成プログラムも実施され、定合理や夏たちなどの漫画家が日本でのデビューを果たしている。2011年10月には漫画サミットが北京市で開催されるなど、中国漫画産業の国際化を図る制作も推進されている。ABCDEF1、ウェンディー・サイ、香港コミックス。 エイヒストリー・オブ・マンフア、プリンストンア・ーキテクチャ・ラル・プレス、ニューヨーク、isbn－ 一から五六八九八二六九ゼロレント、ジョン・エイラストレーティング・アジア、コミックス、ヒューマー・マガジンズ、アンド・ピクチャー・ブックス、ユニバーシティ・オブ・ハワイ・プレス、isbn－ 零八二四八二四七一七。ありがとうございます。